その時だった。ふらふら走るゴミ収集車が俺の視界に入った。するとそのゴミ収集車が突然加速した。なんだ、中に乗っているのは金宝じゃねえか。チャララララン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 。ゴミ収集車という予想不可能の擬態。ねえ、スイランが不意をつかれる。そしてフルスピードのゴミ収集車に、おお、ちょっとごめんよ、スピードを出すと危ないね。スイランはまともに跳ね飛ばされた。痛えねこれ、俺じゃなかったら死んでたぞ。たとえ車で引かれても立ち上がってくる。そして金細胞をとんでもないパワーで振り回し、骨が粉になるまで砕きます。急ぎん着になっとけ。骨という骨を笑顔で折る、まごうことなき狂人と言っていい。その時だった。ふらふら走るゴミ収集車が俺の視界に入った。するとそのゴミ収集車が突然加速した。なんだ、中に乗っているのは金宝じゃねえか。チャラララララン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 。ゴミ収集車という予想不可能の擬態。ねえ、スイランが不意をつかれる。そしてフルスピードのゴミ収集車に、おお、ちょっとごめんよ、スピードを出すと危ないね。スイランはまともに跳ね飛ばされた。そして次に来たのはアスファルトに叩きつけられる痛み。やべえ、こりゃ内臓破裂してんじゃねえか。俺を取り囲む奴ら、その顔の一つには見覚えがあった。こいつがお前をやったクサレヤクザか。はい、数日前に締めたクソガキだ。そこから待っていたのは4人による袋叩きだった。ほら死ぬな、クサレヤクザが。体が動かねえ、この状態で鉄パイプか。外道が殺す気だな。その時だった。ふらふら走るゴミ収集車が俺の視界に入った。するとそのゴミ収集車が突然加速した。なんだ、中に乗っているのは金宝じゃねえか。チャラララララン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 。ゴミ収集車という予想不可能の擬態。ねえ、スイランが不意をつかれる。そしてフルスピードのゴミ収集車に、おお、ちょっとごめんよ、スピードを出すと危ないね。スイランはまともに跳ね飛ばされた。痛えねこれ、俺じゃなかったら死んでたぞ。ああ、粉々に砕けとけ。その名の通り、喧嘩でハンマーを振り回し相手を完全破壊しちまう危険な男だ。その時だった。ふらふら走るゴミ収集車が俺の視界に入った。するとそのゴミ収集車が突然加速した。なんだ、中に乗っているのは金宝じゃねえか。チャラララララン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 。ゴミ収集車という予想不可能の擬態。ねえ、スイランが不意をつかれる。そしてフルスピードのゴミ収集車に、おお、ちょっとごめんよ、スピードを出すと危ないね。スイランはまともに跳ね飛ばされた。打たれ強い富樫の兄貴だが、この不意打ちはあまりに強烈だった。そのまま激しくアスファルトに叩きつけられたんだ。その時だった。通りに一台のタクシーがやってきたんだ。何の変哲もないタクシー。早いけボケ。ニラサワはやり過ごすつもりだった。しかしそのタクシーがニラサワに向かって一気に加速する。なんじゃこのタクシー。なんと運転席に座っていたのはニラサワ。血まみれのウサミだった。そのことにニラサワが気づく。さっきのクソガキやないか。どないしてタクシー運転できるんじゃ。しかしニラサワはギリギリで反応。こんなもんでこのニラサワがやれるかボケ。避ける体勢に入る。だがな、俺の視力はもう戻ってんだよ。おいこら、俺のこと忘れてんじゃねえよ。俺はチャカの照準を奴に合わせる。だがニラサワも一流だ。俺の殺気に気づきやがった。俺は奴の心臓をめがけてチャカを弾く。おらよ、もう当てるけ。しかし奴は超反応でかわしやがった。まあその方向に避けるのは読んでるんだけどな。次の瞬間すねー。
チャカに気を取られ車への対応ができなかったニラサワがもろに引かれる。吹き飛んだニラサワが地面を激しく転がる。あかん、内臓が破裂しちゃった。野郎は痙攣し動けなくなりやがった。このチャンス逃すわけねえ。アバよ、めちゃくちゃヤバかったよお前。うわぁ、ぐさってるが。俺は野郎に完膚なきまでに鉛玉を打ち込んだ。そして車から降りた金峰は兵隊たちをゴミのプレス機に放り込み始めた。ああ、奥さん、粗大ゴミこんなところ出しちゃダメよ。てかお前、どっからゴミ収集車持ってきたんだ。